はじめまして、タイトルにもある通りなんですけども、2017年夏ですね。ちょっと日本一周を企てております、ゆっぺと申します。お願いします。それでですね、まあ、この動画はですね、0日目ということで、旅に持っていく持ち物とか、あとまあ、旅の動機とか、ちょっとどういう、日本一周をどういう感じにしようかなっていうことを、ちょっとですね、この動画でやっていきたいと思います。お願いします。はい。まあ、動機と言われてもちょっと微妙なんですけど、まあ、ちょっと自分探しであり、この東京の、この満員電車のストレスであり、まあ、ちょっと仲間探しであり、綺麗な風景を。はい。で、まあ、せっかく日本ね、一周の旅をするっていうことなんで、僕の童貞をこう、動画に残していきたいなっていう感じで、動画を上げていこうと思います。ただ、毎日上げたいんですけど、ぶっちゃけ、厳しそうなんですよね。その理由が、速度制限じゃねえわ。容量ですね。一応、格安SIMのマイニョっていうのを使ってるんですけど、まあ皆さんよく言うじゃないですか。7ギガ。1ヶ月7ギガみたいな。動画をアップロードすると、1日1ギガぐらい使うんですよね。YouTube に、例えば1ギガの動画をアップロードすると。7日で終わりじゃないですか。1日1ギガで30日って、30ギガかかるんで、1ヶ月で最低でも。ちょっと毎日、でもできたらね、毎日、動画は、今日はこれしたって言って上げていきたいと思います。お願いします。で、一応第一目標、山口県ですね。今、ここ神奈川県なんですけど、とりあえず、何も当てはないんですけど、まあ、北海道に行きたいんですよ。とりあえず、北海道の風景を見てちょっと気持ちいい気分になりたいんで、とりあえず北海道に行こうとしたんですけど、茨城県から出てるフェリーが、バイク、満帆になってまして、なんで仙台ですね。仙台ですよ。ちょうど仙台行きたかったんで、ジョジョの映画も始まったことですしね。なんで、まず、神奈川、今ここ神奈川なんですけど、神奈川から仙台行って、で、仙台から北海道。で、北海道一周して、そこから下っていくみたいな。で、実家に帰らないといけない理由があって、まあ、いとこの結婚式の動画を作るっていう、その理由があって、ちょっと山口に一回9月ぐらい立ち寄る感じで、こうぐるっと回っていこうかなと思ってます。で、バイクが、125cc のアドレス V125S 君です。S リミテッドか。君です。いや、実際、125で、日本一周できんのかなっていうとこあるんですけど、まあそこは、ちょっとアドレス君に頑張ってもらおうかなと思ってます。じゃあまずですね、こちら、MacBook Late 2016の Type-C4 つのやつ。この13インチ。まあ、こいつがとりあえず動画編集の要ということで、こいつと、あとスマホ社会なんで、iPhone。こちら iPhone と、今この動画を撮ってる白ロムの Galaxy S7 Edge。この2つですね。で、カメラが、このソニーの AS300R 君と、一応この予備で AS200V 君。この2つですね。で、これを、ヘルメットのサイドマウントに、ここに、これをこう、つけて。で、まあ、バイクをこう、撮っていきたいなと。バイクの映像を撮っていきたいなと思ってます。で、マイクが、こっちですね。ミッドランドのなんだっけ、NEXT BT Pro。BT NEXT Pro。使ってます。で、マイクが、この直付けで、これ、なんか灰みたいになってるんですけど、このマイク端子を、カメラの、音声入力に入れていって、声と一緒に撮っていこうかなと思ってます。で、まあ、あとは、一応この 2TB の防水ハードディスクと、あと充電器系ですよね。モバイルバッテリーが一応2つ、あ、4つぐらい持ってくのか。アウパワーの、2600A かな。これタイプ C ついてて、このね、ワットが結構稼げる、30W ぐらい出るんで、MacBook も充電できちゃうっていう。こちらすごいいいやつです。と、一応もう1個予備で、昔買った2万mAhのパワーバンクですね。安いやつです。アンカーのパワーコアフュージョン。これすごいんですよ。この、充電器にもなって、5000mAh のモバイルバッテリーにもなるやつと、あとはもう一個このモバイルバッテリーですね。これも5000ぐらいです。とりあえず、こんぐらい持っていこうかな、と思ってます。それと、やっぱせっかく旅に出るんで、僕、空撮すごい好きなんですよ。空撮。で、2年前ぐらいに、YouTube とニコニコにラジコン飛ばしてる動画上げたんですけど、まあ、あの後ちょうど法規制がかかって、ドローン少年とか、いたじゃないですか。法規制かかって、200g 以上の機体をあんまり簡単にポンポン飛ばせなくなっちゃったんですよ。で、これは最近出たスパークっていうドローンなんですけど、こちら 300g あるんで、そのポンポンその辺で飛ばしちゃいけないんですけど、人がいないとこで目視しながら、飛ばそうかなと思って、こちら買いました。スパークくんです。しかもこいつ、なんと、マイクロ USB で充電できるんですよ。だから、もう旅にうってつけですね。こうやってこれを飛ばして、いろいろ、ちょっと、人のいないところで撮っていきたいなと思ってます。はい。で、キャンプグッズで言えば、普通の、安物の LED ランタンですね。これ前のキャンプで使った。結構、明るいんですよね。最近、LED ランタンも。これびっくりしました。これランタン一つと、あとこれ、ちょっと有名かもしれないんですけど、はい。こちら岩谷のガスコンロですね。これすごいんですよ。こんなちっちゃくてコンロになるっていう。で、これプラス、これでお湯沸かせるったり、このスープ作れたりするっていう。しかもこれがこの中で入るんですよ。ちょうど入って、普通のシュラフと、あと、枕と、あとエアマットが、ちょっとでかくて持ってこなかったんですけど、エアマットが向こうにあります。と、これですね。これがちょっと早く使ってみたい、ライダーステントっていうんですけど、もう30秒ぐらいで設営できるっていうライダーステントなんで、これもキャンプする感じになったら、キャンプしていこうと思います、これで。で、これが、モンベルの、あれですね、5000円ぐらいだったんですよね。めっちゃ安い。モンベルの防水の袋をですね、これをこいつらをこれに入れてって、雨に打たれても大丈夫なようにしていこうかなと思います。あと、カッパですね。コールマンだっけな？コールマンかどっかの。本当はモンベルが良かったんですけど、お金がなくて、今回の旅はお金がないんで結構、どうにかなるでしょう。もうバイカー大好きの RV460 です。これをアドレスの後ろにポンってつけて、で、横にこのサイドバッグを2つですね。こちらをみんな使ってると思うんですけど、Amazon 限定のやつかなのサイドバッグです。リュックが小峰だっけな？小峰の、20リットルの防水ですね。本当は普通にマンハッタンとかの普通のでいこうと思ってたんですけど、一応防水にしていこうと思って、こちらの防水リュックでいきます。こんな感じですね。あとは服やらパンツやら、生活用品やらなんで、実際持ち物の大きな持ち物はこの辺です。楽しい旅になれればなと。見てくださってる方にも、なるべく楽しい旅になるように努力しますので、ぜひ良ければ1日目から見てやってください。お願いします。なるべく頑張って投稿するようにするんで、ぜひ、お願いします。じゃあ日本一周、行ってきます。